リキタロとリッキーです。本日もですね、このように起こりうる自傷事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思います。よろしくお願いいたします。私、百力横とリッキーはですね、ここならにて電話占いメール占いを始めております。待機情報などは Twitter の方にアップしておきますので、こちらの方もよ o − c h e c k i n o u t ついにドリフのメンバーが残り2名になってしまいました。とても寂しいです。 2022年10月19日中本浩二さんが交通事故で他界されました。 私ももう子どもの頃ドリフを当たり前のように見てた世代ですので本当になんか寂しいなただまあ年代的に言えばもうねやっぱり順番に来るからもうしょうがないのかなっていう気もしますけれども、まあ、お酒飲んでた頃なんかねこう夕暮れ時にさ仕事早く終わった夕暮れ時にちょっと今日早くお酒でもこう晩酌やろうかななんて思った時 YouTube でドリフのさ8時だよ全員集合とか見ながら。 こうお酒飲むとなんかすごいなな気分になるんだよ、ね、まあノスタルジーなのかな子供の頃もう当たり前のように見てたものなんかそこに YouTube なんかそう戻れる世界観がまだそこに存在してるからさ酒のつまみになんかドリフがすごい美味しいだけどまあやっぱりだけどもう年代なんだよねそういうねんうんもうだけどねやっぱりそういう年代なんですかね中本浩二さん81歳だったそうですね 祝養ホロスコープはですね土曜日生まれの伸縮の方心と書いて伸縮ですねそしてですねこの土曜日生まれの伸縮は七曜良筆に当たっております日割り吉居なんかは裏返ってしまうし全体的に運気の乱れがある期間に生まれてらっしゃる方ですね本命宮は階級そしてえとが蛇となっております 獣ョ尉はですね化け上手ないし化かされ上手な狐となっておりますこの中本さんですね式場問題の層がものすごく出てらっしゃる方なんですね。 これはすご「七曜良質っていうのがかかってくるんですけれども、うん、異性関係で運を破るという暗示が出てますね。でこの「馬鹿され上手な狐」っていうのもやはり異性にまつわることでコロッとこう騙されてる意外にこう騙されなすような騙してやるっていうようなキャラクターなんだけれども実際にコロッと騙されてしまうような中本さんもカチッとしてて硬い感じがするじゃないですか。 雰だ気がだ実際は結構騙され上手な方なんじゃないかなと。で伸縮の方なんですがリーダーに自分がつくリーダーによって運勢が変わわると言われてますねリーダーが良い人ならばこう良くなるし悪い人なら悪くなる。だからドリフターで言えばやっぱりいかりさんがなんだかんだ言ってしっかりされてたからだからイカリアさんの下に疲かれたことは非常に良かったんじゃないかなと。 長さん、うん、やっぱりすごく一瞬この方頑固な方なのかなと思うけどそういう柔軟さを持ってらっしゃる方なんですよね。もう一つ感じるのはこの方創価学会に入ってらっしゃるんですけれども長さんん見るとと筋金入りの学会員かなと思うんですよねもう生まれた時からずっとその信仰の中で生きてらっしゃる人かなと思うんだけど実際には平成入ってから創価学会になられてる。 だいわば宗教年齢ものすごく若いんですよ。もうチームも名誉もあって、うん、そこからこう新たなこう信仰の傘下に入ってらっしゃるだからそういう柔らかさこうな,びなびきというか強いものになび,なびくみたいなそういう感性を持ってらっしゃる方なんですよね。さらに信祀が独外祝に分類されてます。 中本さんも毒持っってらしまね加藤茶さんが若い奥さんをもらって一時養分を吸い取られたかのように衰弱していらっしゃったとその写真がネットに上がって問題になってたと俺たたちの加藤茶を返せみたいな感じでだけど実際には今すごく良くなってますよね加藤茶さんすごく元気になって。 一時確かにちょっと怪しいなと思ったんだけど今すごく良くなってるじゃないですかだけど私この中本さんまで若い嫁さんをもらってたってのは知らなかったですねでしかも3回目だそうですね結婚されるのがでそのお相手の純香さんなんですが純香さん老縮の方になりますねで中本さんとの相性なんですけれども悪くはないんですね ただ一番遠巻きの親鸭になりますので A 親の関係に悪くはないんだけれどもただ結婚とか仕事を共同でやるには向かない無理がたたる間柄になってます恋人ぐららいだったら多分ね悪くないと思うんですでやっぱりねこう地位も名誉もある男がさ若い人と結婚,な結婚するとかっていうとさやっぱり周りはうさんくさく思うじゃない 男はは体目当て女は金目当当てて女金みたいなさまあだけど男と女ってやっぱりこう価値のぶつ交換愛のぶつ交換愛のぶつ交換ってなんかちょっと矛盾してるけどだけどそういうもんじゃない。だからそこら辺はまあね別に悪いことじゃないと思うんだけど。 でただここで言いたいのはさで中本さんの立場からしてもうチーム名誉もあるのにさそんな若い奥さんもらってどうせそうか体が目当てなんだろうって思うじゃんだけどこれ違うんですよね。これ何を求めてるかってロマンなんですよ。女性からすると男ってズボラじゃないですか。特に学生時代ね教室の後ろでプロレスごっこやってるような男子はさもうロマンのかけらもない。 ズボラな連中だ、ね、女性からするとそう思うかもしれないだけど男ってさ年を取るごとにだん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 ロマンティックになってくるんですよ、まあ、全ての男がそうだと言わないけどだからある時自分のワークキャリアとか財産とか社会的地位とか名誉とかもう全部捨ててもいい若い女性に捧げるみたいな。 こういうういいイズムっていうのはあるんですよ、ね、だから旗から見ると非常にうさんくさいしもう若い娘の女体に鼻の下を伸ばしてってなるでしょ。私そうじゃないんですよね。鼻の下を伸ばすぐらいでは自分の全て棒に触れないですから捧げられないから。やっぱりねロマンを見てるんです、ね、女性に。 で女性は何を見てるかそれはやっぱり男の経済力じゃないでしょうかねもちろん相性もあります全く合わないならそれ一緒にいられないですからねそもそもだから中本さんもこんなことやってらっしゃったんだなっていうのを、うん、驚きましたね加ト茶さんだけだと思ってたけどで亡くなられた今年はね中本さん名入りされてます自分の本命宿に戻ってらっしゃるんですね 質問何にいい入ってますもう色濃い絡みこれがまあ中本さんの名誉の基盤になってるんですけどね男と女とあと子供も入ってますね子供も絡んできますこれらの問題に一生取りつかれるまとわりつかれるという名誉持ってらっしゃるでそこの今年名誉に入ってらっしゃるでもうすぐ終わるんですけれども年末で来年からは 波紋シーズンが待ってたんですね。そしててが当たってますすのイメージですもうなんかこうね来年からのハードなシーズンの感触みたいのを感じてらっしゃってうんなんかしんどくなっちゃったのかなっていう気はしましたね。そこでなんかスーッと吸い込まれちゃったのかな吸い込まれてしまったのかなっていう気はしました。 ただやっぱりね中本さん宗教をやってらっしゃったから静止感は持ってらっしゃると思うんですね。死に対して無防備ででではははなない、い丸腰ではないはずですよ。まあ、どれぐらいの強度で、まあ、深くこう突き詰めてらっしゃったかわからないけど、まあ、多くのね宗教人っていうのはやっぱり自分の生活メインですからね生活とうまくバランス取りながらまさかこういわゆる信仰だけにさ身を投じて。 こう、よせ人になるような勢いでやってるわけじゃないからね、やっぱり。それでもやっぱり、やってれば、ね、こう、死生観みたいなもの。死に対する、こう、哲学みたいなもの、こう、宗教を、まさに宗教をね。あの、持ってらっしゃるわけだから。全く、丸腰で行かれたわけじゃないと、おも、思いますね。ほとんど多くの日本人は、もう、経済猛進し,してますでしょう、未だに。消費活動の中に、一環の中に、巻き込まれて。 まあこれも別に悪くないですけどねこれも一つの信仰だからそれを信じて生きてるんだったら別にそれでいいわけだただ死に対しては無防備でしょう全く死後に関してはだから中本さんそこら辺は、うん、ちゃんとやっぱり考えてらっしゃる感じてらっしゃる人じゃないかなっていうのは思いましたねさあそれでですね本日中本さんと純香さんこの4枚のカードを用意させていただきました これらをメインにエネルギー磁場ちょっと読み取ってみたいと思います最後だけどなんだかんだで高木ブーさんかな一番長生きするの <laughs> ブーさんが一番長生きするんじゃない何となしかうんやっぱりな男のロマンスなんだよなこういうロマンスの形があるんだよ 女からするとバカだなーって思うかもしれないね男もバカだなーって思うんだろうけどねだけどねうん、バカじゃないのよねこれ本当のトキメキなのよ男が持ってるうん、嘘じゃないトキメキなんだよねよしとさてでは参りましょう中本浩二さんそして潤華さんのエネルギー実場ちょっと見てみたいと思いますめい ちょっと来ちゃったねうんまあ逃げずにはっきり言えば良い知らせということになるね誰かこう若い男の存在かもしれないしまあ、ただまあ良い知らせということになってしまうかなごううんちょっと3枚出してみようかまずねそしてタイと やっぱり、ね、複雑だと思うんですよんかさんの方が30歳若いじゃないですか現実にで中本さんもそれは分かってるわけなんですよね男としてどういうことかっていうことはねだから今回の秘宝中本さんのニュースが入った時にそれが一瞬どう言うかな何かこう情熱がふわっと湧き立ったのかな そのことに関してもうやっぱりすごく心が痛んでるねすごく痛んでらっしゃいますいろんな思惑があるけれども愛を大切にそれを原動力に関係を築いてらっしゃったと ただ今回のニュースが入った時に少し何かこう若々しい情熱の芽生えがうんあったとでそれに関する両親の呵責があった逆名言体いきましょうドン、うん、そしてゴーとこれも非常に似てますよね 最後までっちゃおうかドンと、うんこれは逆名語で逆カウンターで入ってきているのは抑えていた気持ちの復活みたいなそしてしかし表面上はバランスを保っていると均衡を保っているこれはまあ陰謀のカードになりますね うん、最後いきます。ドン、うん。やはりすごく傷ついてらっしゃいますね。だからやっぱりねしょうがないですよ。まあ、ほとんどこれ純香さんの気持ちだと思いますけどねだから逆に言えば中本さんのエネルギーをほとんど感じない。うん 中本さんなんか心身喪失状態のような感じだったんじゃないかな本当になんかあちら側にふーっとなんか吸い込まれるような感じで行かれたかなっていう気はしますねで潤香さんも悪くないんですよね全然ね本当にこう人間臭い方人間味のある方でまあそれはそういう心境だろうなっていうねもう現実にまだまだ若いし女盛りだ で中本さんもそのことは分かってる男として年配の男としてねでこのエネルギーの流れね、まあ、いろんな思惑があるただやっぱり潤香さん非常に傷ついてらっしゃいますねただこっちじゃなくてよかったですねこっちだともうトラウマになっちゃうけど時が解決すると。 こんなんなましたいかがでしょうか私の世代だとねやっぱり8時台全員集合とかもしくはドリフ大爆笑世代だけどちょっと若い世代の方だとやっぱり志村けんさんつながりの番組の方が馴染みがあるんじゃないでしょうかねあの「バカ殿様」とかさあと何だっけ志村園長の動物動物園じゃないけどなんかやってましたでしょあ,あっちの方が多分ああいうつながりの方が ななんかかドリフに馴染みがあるのかな私はもうほんと8時で全員集合もうオンタイムで当たり前のように見てた世代なんで土曜日の夜だったかな8時からでドリフが終わったら次 G メン75っていうねそうだったと思うけど確かドリフ G メンけどそのドリフの前はガッチャマンあガッチャマン日曜日か <laughs> ちょっと記憶が <laughs> 曖昧になってるけどねうーんんだけどなんか うーん感慨深いね志村さんもねいなくなりね中本さんも最後はやっぱ高木ブーさん残るんじゃないかな <laughs> よしこうやぶれ若虫死するは愚かしうやぶれ若虫死するは愚かし。<noise> さなうなしにがむしわが魂愛し いいね、コメント、チャンネル登録、いつもいつもありがとうございます。リクエストも励みになっております。今回もご視聴いただきありがとうございました。リキタロット、レッキーでした。それではまた。バイバイ。